What's up guys? 今日は久々に雑談会ということで、いつものようにね、リーグ下げをしながらやっていこうかなと。で、なんか、ちょっと前の自分のね、字幕とかつけてた頃の動画をちょっと見直してみたんだよ。そしたらさ、なんかマイクの音量がダメなのか、ゲームの音量がでかすぎるせいか、何言ってるか全然わかんねえみたいなさ、なんか、ボソボソ喋ってんな、みたいな感じでさ、まあいいや。だから今のこの手抜き BGM のこの後ろで BGM 流しながら収録するっていうこのスタイルの方がいいんじゃないかなみたいなね。で、今日の雑談のテーマはね、まあ俺の周りの人間関係でありがちなことっていうか、エネミー2がデストロイ、エネミー2がライバルだけど、これコサックじゃない？あ、これほっといてもマイナス5にはなんないから、まあいいや、ほっとこう。で、昔からそうなんだけどね、俺はさ、まあ結構いろんな人脈があるわけじゃん。例えばこの、まあメインで言ったら、まあボディービル関係のね、人脈がいろいろ作られて、で、まあ、昔からあることなんだけど、俺のなんか人間関係を利用してやろうみたいに考える人がすごく多いんだよね。で、なんか俺があまりにもさ、そのいろんな人間関係を簡単に構築してるように見えるから、じゃあ自分もそれできんだろうみたいな感じで、あ、こいつ見覚えあんな、やたら攻撃してくるやつだ、自分もそれできんだろうみたいな感じでさ、なんかみんな攻撃してくんね今日。なんかみんな俺にちょっと厳しくない？なんかこいつとか何このオフィオンのやつ、そんな俺が憎い、そんな憎いんかお前。エネミー6か、エネミー6だね。エネミー6どれ？エネミー6。エネミー6。あれ、いなくね？こいつか。そんなに俺が憎いんか。そんなに憎いんか。あ？ほら。なんか嫌なことでもあったの？どうしたの？どうした？なんか嫌なことあった？ん？やべえ、なんかすげえ食らってる。なんで？ちょっと。やべえ、あれだ。あいつ。なんだっけ、ホークのやつがめっちゃ攻撃力高い。やっぱインシニレーターとなんだっけ、スカルド？これ強いよ、普通にこれ。まあいいや、そんな感じでね、なんか、俺の人間関係をパクって、自分もなんか、俺を出し抜くみたいな形に、まあ、本人が意図的にやってんのかどうか知らないけど、まあ出し抜いてやってやろうみたいな人が結構多いんだよね。で、まあ、もうぶっちゃけもう死んじゃったから実名出しちゃうけどさ、大悟とかもそうだったよね、はっきり言って。彼はさ、なんか自分の兄貴がスポンサーやるから俺に役職譲れっつって、俺からその、アジア連盟副総裁と日本のプレジデントの座をね、譲れみたいな感じで、無理やり、まあ、奪った形になってんだよ。で、なんかあると、まあ、金出すのは俺の兄貴だから、みたいなね。で、実際、金なんか出してねえの？で、何もしてないの？で、本当はその、年2回の会議とかもさ、出なきゃいけないんだけど、それも出なかったから、なんかもう、台無しになっちゃったよね。だから俺が頑張って積み上げてきた、その、日本のチームの信頼、これがゼロになっちゃったんだよね。で、こういうことする人すごく多くてさ、まあ、存命の人もたくさんいるので、まあ、こっからちょっと名前出さないけど、俺が頑張って作ってきた人間関係を使って、大会に出て、で、その後なんかこう、自分だけが美味しい思いしようみたいな感じでさ、引き続きその大会に出ようとするみたいな。で、しかもその、なんていうのかな、態度がまずいんだよね、そういう人みんな。リスペクトがないんだよね、その人に対してさ。だから結局、要は、その周りの人たちがどういう風な感じで、その人たちを見てるかっていうと、俺があって初めてその人がいるみたいな。俺あってのその人なんだよ。だから俺なしだと、なんか信用とかできないわけね、その人たちは。その選手なりなんなりをね。それで、結局、俺を
なんていうか、まあ、わかりやすく手柄独り占めにしちゃうからさ、俺としてはもうはしご外さざるを得ないじゃん。全部なんか自分でやったみたいな感じにするからさ。でそうなると、あ、ちょっと待って、これめんどくさいな。これで殺されて上がればいいんじゃない？でそうなると俺としてはもう自分のメンツ丸潰れだからさ、はしご外さざるを得ないのよ。で、はしご外されて、で、なんか、結局、なんか俺に対して気まずくなっちゃったみたいな感じの人が多くてね。で、それでまあこの業界で、まあこの業界だけじゃないんだけど、なんか鳴かず飛ばずで終わるみたいな人がめちゃくちゃ多いんだよね。なんかね、見てると、まあすごいわかりやすく言うと、なんかこう、勝手なことをしだして、勝手になんか仕切ったりしだして、まあ俺はこれを俺様エース現象って呼んでんだけど、で、勝手にそうやって生きった結果、まあ俺なしでこう、どんどん生きっちゃうからね。で、周りから白い目で見られだして、で、俺に対しても気まずくなっちゃって、俺からは全然気まずくないんだよ、別に。はっきり言ってね。だけど、なんか俺に対して気まずくなっちゃって、で、俺に教えを請うこともできなくなっちゃって、で、なんか鳴かず飛ばずで終わっていくみたいな人がすごく多いね。で、これ何が原因かっていうと、まず第一に、俺がね、いろんなところで人間関係構築してるのは、これすごい地道なことやってんだよ。例えば、まあそのボディービル関係で言ったら、ちょっと待って。このままか。まあ他のね、いろんな国の選手とね、まあ一緒に飯食いに行ったりとか、一緒にトレーニング地道にやったりとかね、まあ、そういう地道なことずっとやってるわけよ。で、結構長い期間をかけてその人間関係構築してんのね。もっとエネミー1より早く俺が前期絶滅させないと勝てないぞ。エネミー1早い早い早いね、エネミー1で。そういう地道なことをせずに、なんか美味しいとこだけパッと俺取れるわ、みたいなさ。大体なんかそういう舐めた考えなんだよね。言っちゃ悪いけどね。あー、おっそ、やばい。これはエネミー1に勝てない。で、地道なことをせずに、そうやって、なんて言ったらいいのかな。なんか、人間関係構築できる。まあ確かにそれはね、俺の周りの人も、まあ寄ってくる人はいるよ。ただそういうの全部イージーガムイージーゴーで、ルイトモっていうかさ、あ、やべ、目の前でなんか飛ばれてね、何これ、なんだよ、何これ、うざ、このデッキは自殺に向いてないな。まあこの一時的にめっちゃ足を速くして、自殺するという手もあるんだ。あ、やばい、これダメージ入っちゃうな。なんだよ、今日運悪いな、これ。全部遠いじゃん、これ場所。自殺解除まで遠いよ。ああ、エネミー1に先越された。すごい、1分40秒かかった、自殺に。これ初めてだ、こんなの。まあいいや。なんだっけ。そうそう、ルイトモでね、結局その、本当に権力持ったりとか実力ある人っていうのは、なかなか人を信用しないし、地味なね、ことしないと、信頼得らんないんだよ。で、まあ、俺にこう、ついてきて、俺の周りの人間関係をこう、さらおうとする人たち、まあ、意図的なのかどうか知らないけど、まあ、おそらく半分以上は意図的にやってんだよね。なんか、出し抜いてやろうみたいな感じで。でも、そういうことやっても、所詮、やっぱし、その、上積みを取ろうとしても、ついてくるのは、その上積みでしかついてこない人たち、わかる？言ってること。なんか、その、本当に、その人間関係の中核を担ってる人たちっていうのは、来ないんだよ。調子いい人には、調子いい人しかついてこないの。だ、自分が調子よくそうやって振る舞ったところで、調子よく合わせてくる人たちしかついてこないから、本当のその人間関係っていうのは構築できないんだよね。で、その辺をね、みんなすごい勘違いしちゃって、まあ、大体、俺をうまく出し抜いたつもりなのかなのか知らないけど、なんか鳴かず飛ばずで終わっちゃうんだよね。まあ、本人に出し抜いてる意識があるかどうかは知らんよ。
無意識でやってる人もいるからね。ただ気まずくなって連絡取らなくなってくる時点で、まあ、ほぼ確信犯だと思ってんだよね俺は。なんだ、おお、元気してる。ちょっと待って、お前何これ、クアンタムセンサーなんか使って、お前そんなに俺が憎いか。お前マークしたぞ、お前 NE5 な、お前絶対協力しねえからな。で、はい、次。このオフィオンは？オフィオンくん元気してる？うん、最近調子良くないんだよね、俺。でも下痢が治んなくてさ。あれ？攻撃されてない？君そんな人だった？なんかね、コロナの症状でさ、NB6？ なんか高熱が出始めて下痢が収まったと思ったらまた下痢復活してんだよね。NB6 か、さっきのクソは。NB5 じゃなかった。ごめんね、ちょっと冤罪だったよ。ナターシャ君。ナターシャ君どう？あ、リディーマ好きだね。いいね。この組み合わせ俺好きだよ。これ何？左右つけてんの？何これ？スカルドと？あー、ピニャータか。ん？あ、リンクスじゃねえか、あいつ。お。ちょっと、あいつはちょっとやめた方がいいぞ。あいつはちょっとナターシャでその、ディフェンスなしでやんのはちょっと無謀だぞ。隠れろ。隠れる、ナターシャ君隠れて。ナターシャ君隠れて。隠れるんだ。隠れるんだ。俺がこの真ん中の着弾は防ぐ。あ、すげえ減ってる。すげえ減ってる。あれ、ゼウスか。ちょっと入れ替えよう。よし。で、まあ、そういう人が非常に多いので、まあ、何なんだろうなっていう。で、どうせ、そのね、真似するとか、その、なんだろう。俺の人間関係を、まあ、いい言い方すると引き継いで、悪く言うと、まあ、パクって。これジャンプできる、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。よっしゃー。見た。みんな見た。みんな見てくれた？俺の大ジャンプ。あ、今美味しいとこ立ってたのにちょっとミスっちゃったな。よし。爆発しろ、爆発。爆発来い、爆発。爆発、よし。1、2、3。どれぐらいで爆発すんのこれ。わあ。もうちょっとそれなくね。ちょっと打ち合わせと違うよ。台本と違うんですけど。よし。きつく言い聞かせてやったかいね。お前、何またやってんだ、お前。きつく、お前、まだ何、説教足んない感じか、お前。きつく言い聞かせないとダメな感じか。お、あ、これいける。よし、来い。よし、来い。よっしゃー。みんな見た？みんな見てくれた？みんな見た？みんな。見てねまあ、その、引き継ぐなり、なんか出し抜くなりね、やるんだったら、ちゃんとなんか物にしてほしいんだよね。やるんだったらね。みんななんか結局なんか物にならないで中途半端にダメになっちゃってるからさ。まあ、どうせそのパクるとかそういうことやるんだったら、こう、俺を超えていってほしいんだよね。で、みんなそれはないんだよね。そうね、俺の人間関係をパクりたいとかそういう考えがあるんだったら、もっとね、地道なことしなきゃダメだよ。本当に。ただ俺と一緒に居合わせて、なんか数回喋っただけで俺の人間関係がパクれるなんて思わない方がいいよ、マジで。人間そんなね、簡単に人を信用しないから。まあ、そんな個人的な愚痴になっちゃったね、今回はね。でもあまりにも多いんだよね、そういうことが。やるなら本当にね、ちゃんとやってほしい、大風呂敷広げて。で、少なくとも、俺の力なしで、おっと、ジャンプ、来た、おし、来い。あ、ダメだ。おっしゃー、見た、みんな見た、みんな。仕方じゃねえかよ。見て。なんか撃ってきてね、こいつ。なんだ、お前。それ。雷神くんはね、俺そういうの嫌いだな。こういうの嫌いだな。これ汚染じゃない？もうちょっとこっち行った方がいいと思うよ。もうちょっとこう。もうね、インシニレーター、ライジンか。これ結構いいんだよな。ライジンもね、てか古いロボット運営もうちょっとなんとかね、してほしいよね。
このせっかくさデザインはいいじゃん、このダゴンなんかより雷神の方が全然いいじゃん。でこのデザインが結構肝だからさ、例えばこの縦展開したまま動けるようにするとか、確か風神はそれできるようになったんだよね。あとこの物理盾の面積もっと広げたりとか、もっとこう硬くするとかしてほしいよね。だってこれさ、横から撃ったらダメージ入っちゃうわけじゃん。だからぶっちゃけこの雷神に関しては物理盾壊れなくてもいいぐらいだよね、はっきり言って。だってこれ正面からこうやって撃ち合ってる時にさ、味方がこうやって横から来てこの辺から撃ったらもう当たっちゃうわけだからさそれでいいと思うんだよね俺で俺も一緒に痛みをね、痛みを分かち合う。これ何相手ダゴン、つまんねえことしてんなあいつ。俺たちの友情パワーに勝てるのかお前。ダゴン、こいつちょっとあれだな、隠れてんのがうぜえな。ちょっと雷神くん俺ちょっと追い出してくるわこいつ。追い込みにかかるわこいつの。追い込み。お前逃げられると思うね。雷神くんから逃げられると思うね。あれ死んでね、あ、違う。雷神くんが、てめえ許さねえってこっち見てねえな。あらら、あらら。雷神くんが死んで首位の差を奪われている。雷神、エネミー6だったっけ、覚えてないわ。ん、え、俺悪かった、俺は悪かった、痛い。やめて。痛い。俺が悪かった感じか、俺が悪かった、そんな俺悪かった。おお、でもこれ相手、いや物理シールド強いね。じゃあちょっとダゴン行くか。ん、どれがどれだっけ、ちょっと覚えてないわ。多分エネミー6か雷神の人だよな。よし、これジャンプだ、ジャンプ。よっしゃ、いけ、来い。来い、吹き飛ばせ、よっしゃー。でもあんま飛ばないな。あんま面白くねえな、これ。やっぱロキじゃないとな。今ね、新しい、そんな俺が憎い、この人。まあ、新しい企画があってね、戦えるロキを作ろうっていうね。ビリビリ武器に、パラライシス積んだらどうなるのかなっていうね。おぉ、クッパだなぁ。もう何？俺の活躍見てみたいな感じ。こっち見ないでくれる？こいつを倒せよ、こいつを。ん？おぉ、なんか強いなぁ。ルーク頑張れ。よし。よっしゃ。お前来んな。この野郎。お前来んな。この野郎。よっしゃ、いいぞ。シールドには絶対に自信があるからね、こっちは。シールドに自信に来て、お前、俺のシールド、やばい、俺のシールドを利用すんな、お前。ちょっと、お前。くっそ、こいつ分かってやがる。完全にやばい。俺が押し込まれてる。ああ。逆利用されたよ、これ。どれだ、こいつふざけんな、お前。死んどけ、この野郎。この野郎。すげえ飛んだ。なめんな、お前。でもあれだね、ニュートンも弱体化されすぎなので、このリフトの感覚、もうトナフルと同じ感覚にしてほしいよね、12秒。なんかこれサポート機体だよね、今。この。お前そっち来るんか。お前ちょっと悪いけどやらせてもらうぞ。覚悟しろ、あ、当たんね。覚悟しろ、てめえ、この野郎。よっしゃ。このギリギリだよな。ギリギリワンパンで殺せないぐらいになっちゃってるよな。ほい。おー、なんか可愛いね。どうした？おー。やべべ。これ以上あれすると。よし、やっと6位だ。まあ、そんな感じで、とりあえず、なんかその、結果として俺を出し抜くみたいな感じになっちゃってる人が多いんだけど、やるならちゃんとやってほしいんだよね。別に俺はそこにさ、恨みとかないからさ、まあ、死んだ大悟にしたってさ、ちゃんとやってほしいんだよ、本当に。ちゃんとやってれば俺別に文句言わないよ。ちゃんと俺以上のものを作り上げることができればね。
ただ中途半端になんか自分が俺みたいなことができるとかって考えるのはやめてほしいんだよね。俺は俺で結構地道な努力をしてるので、その地道な努力をね、舐めないでほしい、正直言って。まあそんな感じで今日は終わりかな。じゃあね、バイバイ。